はい、皆さん、こんばんはーこんばんはさあ、今週も、この、時間がやってまいりました。今日の、秘密の部屋は、リチャードと、新人シンゴロ、二人でお送りしまーすはーい。二週連続ですね。ですね。二週連続です。こんなこともあるんですね。そうですね。でもなんか、わ、うん、から、なんでがわかんないけど、うん、謎の、新鮮、見ない 全然初耳ですねそれはなんかはい新鮮な感じ新鮮な感じいやまあないか2回連続っていうのは新鮮ですよある意味そうある意味新鮮ですそこはちょっとの3人が忙しいらしいのでねなんか模擬授業の練習だったりいろいろ大学生なんでレポートだったりね追われててまあかといって私たちが決まったわけじゃないんですけどそう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 のうそ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  なんかでも課題2時間でできちゃうなと思ってるから一応ね同じ同じそうそうだからちょっとねラジオやらせていただこうかなということで私たち二人が今日もゆるゆるだと思いますがそうですねはいお願いしますと大丈夫です今日は辞典はないんで2週連続でできた大辞典はないので似たはうったと思うけどね今日あそうかなまあはいあの寒いですけどもねだって この間までほらこのラジオの室内でそんな厚着じゃなかったじゃんああ確かにだもう今日慎吾さんなんて俺真冬の格好してるのねある女の子には「も」って言われたかね「慎吾さん今日もう着てるね」って言われたかはあみたいな「も」はダメでしょ「も」はダメだよねと思ったんだけどなんか毛糸のもふもふのやつつけてるんですよ自分本当に冬着るようなやつこれもっていう女の子 女の子にはモフモフって言われたよねモフモフ後輩は気に入ってこの手触りいいですねって言われたんだけどあのうん最後にはでもモですねって言われた結果モねいやモっていや俺は気持ちよさそうだなと思って結構あの着心地いいあと事故ったなんか助けてくれそうだよねどういうことかなクッションクッション性がモフって感じモフってエアバッグいらずそうそうそう何でやねよそれは いやでも完璧な防寒ですよ今日めっちゃ暖かそうマジでこれ下ヒートテックなんで最強やんうんもう寒い今日寒いね外一応沖縄の気温は今17度6度ようやくなんか20台切ったよね20度台をやっと来たね冬が冬がやっと来ましたようやく厚着できる時期になりましたねあのねあの外よりうちが寒いっていうかそうあ一緒うち寒いやっぱそうだよな 俺、末端冷え症だから。あわかるよ。足と手やばいもん。そう。やばいね、ほんとに。カイロ、買おうかなって、もうちょいちょい思って。うちの家族にお前手足死んでんじゃねえのって。何やそ何そマジで冷たいわけさ、いつもいつも。ほんとにたまに陽明酒本気で飲もうかなと思って。陽明酒体温上がるらしいから。あ、そうなのん。わかんけど。ね。そんな感じで今日も頑張りましょう。あ。 まあ,まあまあまあさ寒いからね、どれつも回んないよね。じゃあ、あのー、行っちゃおうか。いつものやつ。あ,あ、そうか。はい、はい。そうだよ。うん、で,はでは、では。じゃあ、慎吾さんお願いします。はい。では、この秘密のラジ秘密のラジオじゃねえよ。<laughs> 秘密の部屋のラジオでは、<laughs> まあ、どしどしお悩み相談などのメールメールをお待ちしております。<い>メールアドレスの方は、七七九アット 797-fmgino1.com です。<い>もう一回いきます。七七九アット 797-fmginowa n.com です。い。そしてそしてはい。そして、この FM 技能はサイマル放送というのをやっていまして、<ん>スマホのアプリでリスンラジオというのをダウンロードしていただければ、<ん>この FM ラジオ、あ、<ん> FM ラジオの音源がそのまま聞くことができます。BGM とかがね。はい。追挙しではね、やっぱ音楽はないんで。 はい、たまには音楽も聴きながら、そうそうそう。ね、BGM と一緒にトークを聴いていただければなと思います。はい。まあ、DJ だからね、音楽、ちょっちょう流してますよ。そうですよ。ちなみに、本日のオープニング曲は、はい。ワンクロックの I was king でございます。ああ、I was king、はい。そして、番組では、皆さんからのメールや、ここでしか言えないぶっちぎけなし、お悩み相談などをお待ちしております。はい。今日のね、トークは、久しぶりに、久しぶりっていうか、 まあ昔ちょっとやったことあるものをちょっとそうだね変えたものなので、うん、ぜひツイキャスでもなんかねあのそういうトークに合った答えを言ってくれれば、うんうん、どしどしお願いしますお待ちしておりますはいというわけで一旦 CM に行こうと思うんですけどもんご、はい、さん無茶ぶりしていいかなダメ <laughs> <laughs> あのあれして <laughs> あのあれねちゃんとあえちゃんがやるやつして俺に <laughs> <laughs> おいマジあれやるのかあのさ原俊がやってから変な流れできたんだよな それ、分かったじゃあいく、うん、はい、はい、ちょっとモノマネしようって言われたからねうんそれじゃあ新たく CM いっちゃってありがとう <laughs> もうさあ,ありがとうもうさごめんな何 <laughs> な,なんこの手がモノマネと無茶ぶり <laughs> <laughs> おかしいやんいや 2>, まあ2人がなんか自分たちのやればいいやんって言ったから、ね、可能性的に今聞いてるよ <laughs> 聞いてていいやん,いいやんあまあ初めてモノまねぶっこんだよ俺はぶっ込みましたねクオリティ低いモノマネぶっ込みましたよ、うん、ってこれもダダ漏れだから、うん、そうだよね <laughs> <laughs> 聞こえますか皆さんっていや決してねあの2人はディスってわけじゃないよねディスってないよディスってないんだけどリ、ね、スペクトしつつの恥が出ました、うん、頑張ってるからね今2人いてますかね <laughs> C.M. までなんか、うん、あのやるんだよね。<laughs> <laughs> ほらなんか裏トークで裏トーク裏トーク的なあ準備です <laughs> はい。秘密の部屋、お送りしております。はい。すいませんね。さっきはなんか CM の振りがすごい、クオリティの低いものになっちゃったんですけど。<laughs> 結,構ね、結構俺は好きだよあれ。あ、ほんと、うん、あやねちゃん、あいちゃんファンには、ファンの方にはね、<laughs> 多めに見てもらえればいいのかなあのね、あ、そう、ごめん。ちょっと、あの、ここでちょっと、今、ツイキャスとかちょっと見れなくて、<お>コメントとか来てたらちょっとお願いしていいかな。あ、全然来てない。<laughs> なんかちょっと、ごめんなんか業、業務的な話を急に。ね <laughs> むしろね、来てほしい。来たら。今のさっきのモノマネについて感想も欲しいけど、心がちょっと辛いな、今。来たら、<laughs> 新信号がし、新、新吾が来てまそうですね。随時読んでいきます。はい、本日はですね、はい。あのー、覚えてますか、新吾さん。なんでしょう。あのー、この番組やる前にやってた、JD マッキーの宝用で、はい。ある日にね、二人だけで出た回があるんだけど。あったね。そん時に、 ドライブトークっていう<ー>話題を出してくれるアプリを使って懐かしい,はい、はい、やったわけですよ、はい、我々、うん、それをちょっと改良というかほう携帯いじりながらねこういろいろやったらちょっとあのー、めんどくさかったのでまあそうだね <laughs> ちょっと見栄えもよくなかったしこのねトークをね紙にやって袋に入れております一個ずつ何個かある十何個かあるんじゃないかなもうん、あの数数えたくないぐらいある <laughs> <laughs> それをまあ引いてもらって、そこに書かれたものを、まあ、ちょっと今日はおしゃべりしようっていう。なるほど。まあ、ゆるい回ね。いいんじゃないでしょうか。プレッシャーはなのありません。辞典のような。辞典はね、面白いの引けないけどうしようってずっと思っちゃうからなるから。今日はまあ、いろんなものがあると思う。多分。毛抜き寿司とか入ってます毛抜き寿司はない。入ってないか。あれ、<な>あれ好きなんだよな。なあの、なんだっけ、陶器人みたいな。 通す人もないから大丈夫じゃあ早速いってもらいましょうかはいじゃあ1個目引きましょうはいじゃあお願いしますはい学生の頃得意だった科目はありますかこういう感じで書いてんのこれなんかいろいろ本当にいろんな資あるからマジでちょっとあのねあの追加する方見れると思うんですけど俺四角だと思ってんのよ9時だからパッて開いて木あの細長い しかも綺麗あのワードで打ってきたんだね綺麗な文字やめろやめろそれを言うなそれ言うなごめんなさいごめんなさいはいじゃあじゃあはい学生の頃得意だった科目はありますかということですねありますか自分はでもまだ学生ではあるけどうん高校生とかそう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 俺ねあれだな体育かな いやーやっぱもうなんだろうね王道だけど楽しいまあそれはね楽しいもうなんか番人が言うでしょう、うん、あなた好きな科目は何ですか8割とか体育です男はみんなそう言うわ <laughs> 答えると思うとそれ言ったことでどうなったかって俺が体育言えなくなったからねもうあ,あだダメ <laughs> もちろんでしょう同じネタはいらないいらない、えー、はいどうですか何だろうなー 自慢というかじゃないけど変な意味はないけど英語かなほう英語英語はなぜ国語よりできた国語よりできた国語よりできたそういうことってあるの本当にこれマジで俺センター試験国語より英語の方が多分2倍ぐらいあったあ国語がマジでできなかったんだけど2倍ぐらいあるって偉いこっちゃだよお前えじゃ本当に国語ねちょっと国語2桁 超失敗したもん <laughs> マジか国語はマジで失敗した200点満点中の逃げた2桁2桁2桁すごいなそれ逆に英語は、うん、国語と数学とかマジ苦手だったから、うん、め,めっちゃ勉強したんだけど英語はそれなりになんかできてたからあんま正直そんなにがっつりはしなかったんだ勉強、うん、なのに、うん、英語一番良かったっていうはあホントに、うんうん、すごいな が取ったの多分俺真逆やさいや多分大体そうだと思うよそうだよね国語がいいもん俺英語なんて最初36点だったからいっちゃうんだ現役の時いや別に恥でもないから今まあまああの時は恥でもなかったな国語マジで本当に100点は200点待あってんだけど100点はなかったあそうなんだ大失敗したからねかえってあのあれするじゃん 回答もう悲惨よねまあそれはねセンター試験そうだセンター試験ね昨日おととい終わったよね本当にお疲れ様です受験生の皆さんいろいろこうお店とか行ってさ制服の人いたらちょっとあもう帰りかなみたいなあセンター試験なんだなってね下見の時にね下見というか前日に下見期間があるんだけどセンター試験の会場の下見だ会場の下見で制服着てる高校生がいっぱいいてね あ,ーあ<ー>もう俺らもそういう時期あったなーとか思いながらねまあ昔を振り返ったよねあの時はねめっちゃねもうあれからねうんそうでももう4年生になるねそうもう卒業の年だよね早い怖いですねあと月日が経つ 2>, 2年ぐらい大学生しちゃる <laughs> もう大変大変です頑張りましょうそんな感じです科目についてははい <laughs> じゃあ次行っちゃおうか <laughs> はい、じゃあ次の。結構いろんな話題があるからいろいろ話したいなってのもある。オッケーオッケー、じゃあ。うん、パンパンっていく感じでいきますか、じゃあ。はい、じゃあ、いきます。まあ一つの話題、パーってやってもいいけど。次の話題はこちら。はいうん、自分史上最悪の失敗をしちゃった買い物はうん。うん、あなたやっぱ国語苦手ですね。うん、<文>いや、文章ようわからんわと思って。<laughs> <laughs> じゃあ、これは俺、あの、ドライブトークのアプリのやつ。あ、そうなの言ったから。あ、自分ん自分史上最悪の、あー、イントネーションが難しいですね、これ。今のしょあったからね、今。ありますかいやー、そうですね。買い物あるね、あるわ、あるわ。あ、ちょっと待って今ツイキャスで。あー。久々にユッキーから。おい。ユキコさんから。ユッキーさん。はい、ユッキー。 今日ね、ユキ誘ったんだけどね、そう来てほしかったわ、そう、卒論でね、4年生だから卒論ということで、ユキさん、会いたいっすわ、本当に久々に見に来ました、ありがとう、あさって頑張ってね、あさって必須だから、あそうなんですね、頑張って、卒論、ユキさん、終わったら、飯行きましょう、やめろあとで個人的にやる、まあまあ、はい。じゃあ、自分史上最悪の失敗の買い物、あるあるある、俺もある。 先に言っていいどうぞ靴お靴珍しいな靴の最悪の靴何かあってスニーカー普通にいいなみたいな思って買ったんだけど安かったしんかあんましゃかなくてあらこのんでんかいざ履いてみたら ちょっとだけ大きく。支着しなかったのいや、したんだけど。ちょっと、大きく見えるな。本当見えるのよ。あ、見えるよね。足でもぴったりでしょ。足は別に飲んだけど、見た目の、まず。かつ、自分のするファッションにあんまし入ってこねえな、みたいな。ほうほう。結果、売りました。もったい。ちなみにいくらだったのその靴。5000円くらい買って、ほんと1万円くらいの靴が五千円になってたのよ。で、それを、 1000円2000円ぐらいで売れたはあ <ー S 1> 安いな,ー安いなーまあまあいいのほうかそう本ほんとにあんましゃかなかったほぼほぼ新品の状態で売った、うん、はあ靴靴マジでそれ以上ないのそれ以上はあんまないかなはー靴ってのは珍しいですねなかなかそうそうそう,う自分でもねあるわうんそんな感じかあ他にも靴靴だったら多分結構失敗してるかもしんないじゃまたて <laughs> 靴、靴多いな。靴多分お俺多いと思う。へえー、本ほんとに。うん。じゃあ、し吾さんは私はね、もう、もう次元が違います。なんかちょっと分かった気がする。分かった <laughs> まあ、何ですかまあ分かると思うけど。うん、僕ね、自転車ですね。<laughs> <laughs> いや、そう、自転車を、本当に、大学2年生の時に、 ちょっとガチめのやつ欲しいなと思って。あのー、ま、ママチャリじゃないんですよ、やっぱり。ーロードバイクとかそういうクロスバイクっていうシティサイクルの中でもちょっとあの、競技向け。かつ高いやつね。そう、高いやつを一個買ってみようかなと思って。<ー>で、私2年の頃はもうバイトしてたんで、<ー>貯金も一応あったんで、あ<ー>まあ、そのバイト代を貯めて4万ぐらいたまったのかな。やばいよね。だから、うわ、もうこれで自転車買いに行こうと思って。 自転車をね、あの、某デポさんで買いに行ったんだけど <laughs>、久々にこの某を使ったよね、今。ねデポで買いに行ったんだけど、うん、まあ、なんと、4万円。うん。全、もうぴったしのやつがありまして、わ、これだみたいな。買ったはいい。買ったはいいが気づいた。沖縄はね、山道が多いじゃん。坂道 <laughs> あの、向いてないクロスバイク <laughs>。全然向いてない。あのー、なんていうんかな。 結構あの24段ギアぐらいあるんだけど。あ、もうめっちゃ出るね、スピード。そう、めっちゃガチのやつ買ったんだけどさ。あ, <ー S 1> あの、マウンテンバイクにしれよかったって今めっちゃ怖いし。いや、もうそれ。売っちゃえばそう、だから売ろうかって今まってもう全く乗ってないから。<あー S 1> 半分ぐらい帰ってきたらもう。勝ち。あ、でも、前、あの、某倉庫で、某倉庫さんで行ったら1万円ぐらいだったから、ちょっと悩むよね。 4万が一万は来た。あ、あの、メルカリとかは。あ、メルカリかあれ。2万円ぐらいで出店者言いそうじゃないああ、いけるかな。送料がめんどくさそうだな、と思って。送料も。込み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 で。おーそういうことできるんだ。あわかんないけど、やったことないから。あら、いい情報聞いたかもしれない。いいんじゃないとりあえず、4、それが俺の最大の失敗だったかな。4万の自転車。4万、俺4万の買い物はしたことないわ。すごい。お、出して3万だな、俺。マジ ?4 万の買い物はないわ。 今一番の大出費でしたねそれを使わないという本当に貯めとけばよかったなっていまだに後悔してるわちょっと4万だったら他にも使えるし、うん、<laughs> まあなそうそれは思ったよ本当に次いきますかそうですね行きましょうか、はい、あと2個ぐらいいけるかなじゃあきますじゃんうんうわシンプルになった 好きな寿司ネタ。おいどうした文章から急にあれだな。一個ぶち込んだね。好きな寿司ネタ。あー。マグロ。はい。サーモン。最近ハマってるのは縁側。縁側。そして今、ユッキーから甘エビ。おーユッキーさん。二度目。甘エビなんだよ甘エビか。あ、でも、したくな、甘エビ。俺、甘エビ好きじゃない。俺もあんま好きじゃない、実は。マジで。 あの、うん、食わない。ミッキーさん、またお寿司行こうね。個人ないんでやれ。じゃあ次行こう。あまた、関西弁のかっちゃんさん。ありがとうございます。ウニと来ました。ウニな。ウニか。ワイも、ワイも好きやで、ウニ。やっべ、関西弁って、好きやん。好きよ。すいませんね、エセ関西弁が来てちゃいましたありがとうな、ほんま。あでも、ウニは結構高級志向ですね。そうな逆になんか、スきキい分かれるよね。ウニね。俺あんま好きじゃないな。 あ、そうなんですか。うん。嫌い。嫌いって言ったらもう失礼だけど。なんでやねんそう言われてもな、これ次行こうか。ごめん、次行こうもう、関西弁の無駄遣いだよ。はい、じゃあ次行きます。うん。ありがとうございました、お二人。あ本当ありがとうございます。では次。はい。じゃじゃん。一番好きな映画は何ですかはいはいはい。おー、一番好きな映画。 いいでしょこれ結構。なか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 。うん、映画ですか映画です。でも映画ね、俺、あ俺でも結構いろんなとこ行ってんな。俺決まった。まあ俺もまああるよ。あるどっちか行くじゃん。じゃあ俺から行く。な、うんだ俺はね、クレヨンしんちゃんの。ああ。まあちょっとあの、結構ね、競ってるんだけど。その手があったか。や、んやっぱり。 猛烈大人帝国かな名作やわ。これだけはちょっとね、未だに見てもね、ぐっとくるわ。名作やな、あれは名作やわ。それか、あれで戦国時代なんですよ、そう。あ,<ー>あのもうね、5歳児とは思えないほどの気迫本当にね。まあ今25歳なんだけどね、実質あの子。<laughs> 実質あの子25年間5歳やってるらしいから。そうなんです。そうなのか。だけど、あれはちょっとね、なんていうかな、その、うーん。 すごい大人になって今でも胸に来るねあの映画はなんか見たくなってきた写真ぶりにすごく感動しますどうぞぜひいいね DJ は DJ はぶっちゃけ2択なんだけどなう個人的なやつとなんかもうめっちゃいいんじゃあめっちゃいい方にめっちゃいいってうかもいいもうスパンっ宇宙兄弟宇宙兄弟実写実写のやつ実写こと見たことないなあのね すよ。あの兄弟っていいなって俺それ俺ほら男兄弟だから確かにあれはマジでめっちゃ見たへえほんとにほんとにあれはねほんとに見すぎてセリフとか覚えてここのシーンできるよとかあるぐらいのすげえほんとにね漫画もうちにあって宇宙兄弟うお兄ちゃんが好きでそれを読んでるしまああると思うんだけどめっちゃ はあ、そうなの兄弟っていうのと男の友情というか絆というかそれがすごくいいなっていう多分、猛烈なファンからしたら賛否両論あったのか分かんないけどめっちゃいいぜひ見てください宇宙兄弟かりました皆さんもぜひ見てください宇宙兄弟ちなみにツイキャスからも順調今日は好調にありがとうございますゆっきーさんからーまずゆっきーさんがね「ハリー・ポッター」ああ しかもハリー・ポッター好きすぎてこの前一気に DVD 買ったってああの要は DVD ボックスじゃない ?8 個か8作品ですよっぽど好きなんだね超好きじゃんじゃああれも見たんかな最近のファンタビーストあファンタビースト噛んだけどあれでもハリー・ポッターいいよね死の秘宝らへん本当に熱くなったわあれはね本当にいいわあで関西弁の勝っちゃんさんありがとうなほんまちょっと正体も分かってしまったね ドキュメンタリーオブ AKB48 ウ <laughs> ソやんしかもこの上であこれ言ったら俺のことバレてまう <laughs> もう某ファンさんね某ファンさんだね今回は某あの某がなくなったね某の部分が <laughs> <laughs> でもねあの共感できます自分はドキュメンタリーオブ AKB はよかったぶっちゃけ見たことある俺もあるうんどないつのやつ 一番初め最初のやつだろうん最初のやつなあ俺一番好きなのが西武ドームで西武、あのー、ドームのあるわけさドキュメンタリーでーんなんかあっちゃんが過呼吸になって倒れたのに、うん、あのフライングゲットのところではセンター立って笑顔で踊りきる、うん、ああそ,そ,それが終わったらもうすぐ倒れて運ばれたんだけどそういうのがあってすごい良かったと思った、えー、あれは。 すごいわそれは俺 AKB めっちゃ語れるかもしれないそれ今度やるありかもしれない久々にやってもいいこの場合あの一人で出てね俺は AKB で話は佐賀のことやればいいのかな俺ミキサーしとくわあ OK でもありがとうございますユッキーさん関西弁のかっちゃんさんもう某ファンさんだけどファンさんねありがとうございますもう一個いけるかなギリギリだなパッていってみるかパてやろうか OK じゃあラストいきまーす。はい。はい。弾けました。はい。大切な思い出の曲はありますか難しいな。<laughs> これこそ中盤に持ちきたかったな,な。大切な思い出の曲。大切な思い出の曲。なんかあるかなえっとね。やばい。えー、でも俺もちょっと悩むの。わかった。俺一個言うとしたら、はい、ウーバーワールドのコアプライド。おー、なんでですか ウーバーワールドが好きになったきっかけだし、あの、受験の時に聴いて、めっちゃ勇気もらったわけさ、この曲、コアプライドで。なるほどね。これはちょっとだから自分にとっては結構大切な思い出。うーん。一回泣いたこともある。おー、いいじゃん。はい、DJ。DJ は、えぇー、やめてくれ、こ DJ! あうーん。この時期だね。高校の、高三のこの時期に、嵐の、 ピカンチダブルって歌ってそれを聴いて卒業でねうんなるほど卒業の曲めっちゃ超来るから皆さん聴いてみてくださいピカンチダブルとというわけで今週のおすそいキですここまででございますはい来週またこの部屋に遊びに来てください今週のおすそは DJ アクとシンシンシンゴの2人でお送りしましたまた来週それではバイバイバイバタバタでごめんね噛んじゃったね あ関西のかちゃんとかファー作 <laughs> そうだよなお疲れさんってありがとうございました。あ